いや、北野さんは関係ありませんよ。いや、その時俺には、俺にはそうやって言ったよ。そうですか？うん。だけど、あんまりこう、北野さんに対しての悪口とかも僕言ってもらいたくないんですよ。別に俺悪口とか言うつもりもないし。うん。うん、ただそういうなんか裏工作する人なんだなって言ってるとの話で。いやいやいや、そんな裏工作なんてそんな、あれはありませんよ。あんまり、話せばいいじゃん。ええ。うん、あんまりね、北野さんのことを悪く言わないでいただきたいんですよね。僕にも。悪くは言ってないけど、小島君がそうやって言ったよね、ええ、その時は。ええ、その時は。素直に認めなかったりとか、そんなこと言ってないから。ええ、嘘を塗り固めるのも小島君の自由だけど、その嘘ばっか言ってたら俺は付き合いができないよ。ええ。うん。正直に話しないんだったら、俺はそういう人間とは付き合いできない。正直に話しますよ。うん。会って俺に一回言ったことも言ってないとかさ、今そんなまた嘘を言おうとしたけど。ええ俺はちゃんとそういうのを嘘ばっか乗り固める人間とは付き合いしないからね。正直にお話、これから先は正直にお話をすればいいわけでしょ。例えば、うん、またコロちゃんにどっか連れてってもらった時はこういうふうにしていただきましたとか。別に俺はおごってあげたからってわざと俺におごってもらったって家とかも一言も言ってないでしょ。言ったことない、で嘘ついた配信に対してもなんで嘘ついてんだとか怒ってもない。うん。ただどんどん人って俺はこうやって言ってあげるけどそこまで言う気持ちも起きない人ってどんどん離れていくよ。あ、こいつ言っても無駄だなって悟られちゃったら、どんどん人って離れていくからね。ねえ、それは寂しい思い、寂しい思いする自分だから。僕も、ね、コロちゃんにしていただいたことに関しては、ちょっと、ね、あの時はね、嬉しかったですし、で、ちょっと嘘をついてしまったのは、もちろん、申し訳なかったと思いますよ、あの時は。うんうん。ええ。まあ、正直に言った方がいいよ。でも、いや、村瀬さん、操り人形にはなってませんよ。操られてませんから。ただ普通に、グループ通話で普通にお話をさせていただいただけですよ。操り人形にはなってませんよ。操られてませんから。自分の意見がなくて、例えばね。はい。まあみんなに言われる、その僕の時の件もね。全部出したでしょ。何から何から、コンビニから、飯屋から、ホテルから、全部出したよね。はい。一円も出さなかったね。はい。その中で、結局、その北野大地に言われて、そういう配信をしたと。俺、なんで小島くんまた嘘配信なんかやってんのかな、の程度だったけど、俺は。小島くんの魅力なんてどんどん下がってくぞ。だからこれからはもうそういう配信、ちゃんとした正直な気持ちでやっていきますよ。うん。とにかく嘘は良くないね。人を守るためとかの嘘は、しょうがないかもしれないけど。例えばこういうところに行ってこういうふうにしていただきましたとかね、ちゃんとそれはお話しさせていただきますよ。うん、まあ、別にわざわざそのご指導してもらいましたとか話を出さなくても別にいいと思うんだけど、わざわざあえてそういう誰かお金を出したかとかいうその話になると嘘の話を作ってくるじゃん。何がメリットあるのかなと思ってそんな嘘をついてすぐバレる嘘を、うん、前にもそういう人いたんだけど結構出しちゃって配信者でね、ちょっと金持ちキャラを演じてるのかなんだか知んないけどさ、実際は金払いのめちゃめちゃ悪い人だったんだけど、ほとんどこっちが払ってって、そういう人もいたけどね、過去には。村瀬さん、その通りですね。あの時の配信については謝罪させていただきます。小島っちの言い間違いは、結局さ、誰に何かを喋っちゃってるのか分からないけど、何か俺のせいにしてるのか分からないけど、言った時に、コロちゃんの許可を得ましたから、正直に話させてもらいますってところからスタートしたんだよね。何の許可もおられてないし、なんでまたそんな言い方をしながらいちいち言うのか、ただただ疑問だったんだけど。なんか俺に言っていいですかとかそういう許可の打診とかあったのかな？ないよね、何にも一つも。何にもありませんよ。うん。あなたがちょっとこれ、謝りです。俺の発言は、コロちゃんに許可を得たので本当のことを言おうと思いますって。逆じゃないの？嘘つけって言われてた方に本当のことをもう話していいよっていう、そっちの方に許可を得たんじゃないの？なんだったら。いや、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃ。そういうわけじゃない。まあ、それだけだよ。ただ俺が言いたいのは、やっぱり、誰でもミスは起こすから、そういうのはもう真摯に認めて、謝罪するなりなんなりとかして、やった方が次につながるんじゃないかな。うん。確かにね。俺も全部は見てないけど、ちょっと見てるとね、なんか、やっぱ気候気候の小島ち内容気候気候とかのいろんな動きが出てるみたいだからさ、本当のこと言っちゃえばいいんじゃない。もし自分も加担するような悪いことしたんであれば、一緒に謝ればいいし、いや、そんなことしてませんよ。何もなければちょっとそれは悪いと思う、今話して悪いと思うっていう気持ちがね、話したら出たんだから、それなのに
止めることもできなかったっていうことに関してはね、一緒にグループチャットやって仲間なんでしょ、仲間だったら自分が悪くなくても仲間のために頭下げてあげるのもいいんじゃないか。ええ、うん、仲間のためですね。俺は何にも関係ないから、知らないからですっとぼけるのも構わないけど、仲間って思ってるんだったら、誰か仲間が悪さしちゃったら仲間の代わりにでも一緒に頭を下げてあげるっていうのも仲間のやることじゃないかなって俺は思うよ。ええ、まあちょっと、じゃあこの場で西さんに対してちょっと謝りましょうかね。この場で謝ってもしまう。見てるかもわかんないから。いや、西さん、これは僕ブロックしちゃってるから。だからこんなのブロック一回解けばいいんだけど話。ええ。うん。そんな難しい話じゃないから、こんなのインターネット。配信ぐらいは多分で、いずれ見られると思うんですけど。ブロックといて相手の配信に登ってもいいし。なんでもできるじゃん。楽ちんさんとか上がるでもいいし。とにかくこれからも、僕はね、どれが、どこまでが本当にどういうふうに起きてたのかは、全く俺知らないからさ。ざっくりしか知らないから。非常にその職場に電話かけたりとかするのはめちゃめちゃもう ルール違反だよ、そういうのは。いくら昔も、やっちゃいけねえよ。まあ、しきはさ、生活保護もらってる人間のやつがさ、一生懸命毎日働いてるやつの仕事が作っちゃったってのとんでもない話だよ、本当に。ふざけてるよ。うん、どういうつもりでかけたかは知らないけどさ、裏で誰が操ってんのかも知らないけど、いや、誰かの声も操ってませんから。うん、それでもいいんじゃない、俺は知らないけど、なんかいろんな噂があるから。ええ。だけど、これだけははっきり言わせていただきますけど、僕は誰からもね、操られてませんから、ただ普通に、いやいや、じゃあ、それを、だからそういうね、今、小島っちの言い方はね、私は嘘は絶対つきません、ついたことがありませんって言ってるのと同じなんだよ。わかる？実際もう、俺の時に、君は俺に対して嘘をついたでしょ。ええ。そう、かたくなにそういうふうに言い張らないで、頭ちょっと柔らかくして、何が起きたかまとめて、自分にそういう落ち度はなかったのかなってね。ええ、それはもうわかりますよ。小島君の中で考えれる力があったら、あるんであれば、そこは頑張ってやった方がいいんじゃない？ええ、このちゃんにもね、ご迷惑をおかけしましたし、ええ。迷惑っていう迷惑はかかってないけどね、俺は。別に。なんか、ちょっと寂しい気持ちになったね。なんでこういう嘘の配信してんだなと思って。で、聞いたらやっぱり北野大臣にそう言われたからっていう話だったじゃんか。ただ、あんまりね、あんまり見え張ったりね、保身に走ったりしてね、つく嘘ってのは一番良くない嘘だから、誰かを守るための嘘はまだ俺はいいかもしれない、それは。仲間守るための嘘とかは。ただ、自分のね、身を守るための嘘とかね、プライドとか身を守るためだけの嘘ってのは一番見にくいよ。ただ、北野さんに対しては、皆さん悪く言われてますけど、悪いことはしてませんので、悪いことはしてなくても、そういうふうに、ね、自分が良かれと思ってやって、そうやってこういうふうに嘘をつけって指示出してること時点で、もう嫌な気分を俺がするのとかも、そこまで考えれない人なんだよ。ねえ。うん。嘘の配信した時点で操られてしまったので、小島っち。まあ、そう思われちゃったんですね。もしくはその北野大臣に言われたわけじゃないで、自分の気持ちでそれを言ったって言うんだったら、単純にただ君は嘘つきっていうだけだよね。そうですね。うん。ごめんね、遅くにね。ああ、いえいえ。ここら辺をね、小島っちがうるせえよと思って聞くのか。うん、いやいや、ちょっと直した方がいいかなって。ね、今でも悪いところありますから、うん、誰でも失敗しちゃうからさ、グループ通話の時に止めることもできなかったのも申し訳なかったですし、うん、西さんや、ね、お母様に対しても、ね、ちょっと申し訳ないことを、ね、ちょっとしてしまったなということで、うんうん、なるべく正直な気持ちで、あと自分の保身に走らないことだね、変なプライドを、ね、グループ通話のみんなで、グループ通話のみんなで、ね、その方を止めるべきだったんですけどね、うん、だけどなんか止めることもできなくて、うんうん、まあ一応ね、グループ通話の中では、その方をね、あんまり、で、その、リッシャーの話とかね、そういう方の話はやりましょうねっていうことは、言ってたんですよ。うんうん。言ってたんですけど、まあ、それは大きく発言していけばいいんじゃない、そういうことを。そういう、普段からごちゃごちゃして。うん。止めるあれはありましたけどね。うん。あんまりそういう話ね、楽しい話をしていくとかね。ニューヨークさん、次のとこ行っても、悪口バンバン言うことが多いからさ、普通のそこら辺の人より。まあ、小島君も話せば分かるんだけど、その文句言うことは、まあ、よく考えてやってくださいよ。僕からのお願い。
まあこれからもね、ちょっと気をつけて配信をしていきますので、うん、それじゃないとね、また俺も時間いた時にまたじゃあご飯行こうかって行くのもさ、ああじゃあ嘘ばっかり塗り固めるやつだったら俺はヒヤってなるからね。ええ、うん、どこがかで本当にどこまでか嘘かわかんないけど、うん、まあそんな感じですよ。ええ、まあこの度はね、皆様にご迷惑をかけて申し訳ございませんでした。まあ今ここで言ってもね、今何人見てるか俺わかんないんだけど、いや18人見てる今。そうか、まだ時間も遅いしさ、もっと人が理解してるところでビシッと終わらした方がずるずる引きずんないし、何回も何回も頭下げなきゃいけなくなるから、もしどうしても自分の配信でやりたいんだったら、もっと早い時間にタイトルをちゃんとつけてそれでやればいいと思うよ。今ちょっと俺に言われたから、はいはいなな風潮にもうんな感じにも見えちゃうから、これ一旦置いて、ちゃんと一旦置いて小島君がもう一回頭の中で整理して、何がいけなかったかとか、どうしようかとか、コロちゃんの話を聞きながら、ちゃんと整理をして、過去を振り返ってね、その方を止めることができなかったから、ちょっとそれももちろん反省しますし、うん、だけど、あんまりね、これ以上でも、大きなトラブルにならないように、ちょっと西さんの方にもね、ちょっと、お願いもちょっとありますからね。うん、じゃあ、そういうことは話せばいいんじゃない？うん。ちゃんとその上で、じゃあ美穂さんが、西さんがそうやって美穂さんのことを文句言うには何かの理由があるって、ちゃんとそこまでも考えないといけないんだよ。ええ。うん。どっちかが先に始めてるわけじゃないですか。まあ、デマとかを流されたりとかされてましたからね。うんうん、うん、うん。それで、その方も怒ってしまって、ちょっと。うん、だからお互いに言い分があると思うからね。それはね、お二人でね、問題ですから、一応ね、僕もあまり、まあ、詳しくはちょっと、で知らないんですけど、やっぱりお二人は結構長い間なんか揉めてらしたからね、うん、ちょっとね、和解ができるのであれば、ちょっと僕としては、なんとかしてね、ちょっと和解ができるようにしてもらいたいなと思ってるんですけど、うん、うん、ただ俺から言うことはこれかな、これもこれ、なんか話の全容ははっきり言ってよく分かってないんだけどね、なんとなくね、うん、僕もちょっとね、うん、今やってたからちょっと話してみたけど、うん、その方がね、電話しただけで、ね、技師さんが解雇されるっていうのも、ちょっとあれかなと思ってるんですけどね。まあ、確かにね。うん、他にも何件かお電話があって、それで、されたっていう可能性もあるかもしれないし、うん。いろんなことが考えられるね、そこはね。うん。うん、具体的にどういうことが理由で。もし、そんなふうに、例えばその、電話一本の件、自分の仲間たちがそういうことをやって、まあ、組は実際それでならなかったとしても、それってもう絶対ダメなことじゃん。その会社調べてそうやってやるっていうのは。やっていいことじゃないでしょ。逆のパターンで考えて、小島君がなんか言っててムカつくから生活保護止めてくれって止まっちゃったら、あなた明日からどうするのって話になるじゃん。ええ。それじゃあ、俺が、じゃあそれを電話かけたら俺だとして、別に俺の電話一本じゃないだろうなんて俺が言ってたらさ、お前本当に謝る姿勢かってなるよ。僕もね、仕事が、例えば見つかったとして、で、職場がね、なんかバレて、それで、祝電みたいなことをされて、まあ、確かにそういうことも考えられますからね、誰かに電話されて、解雇させられちゃう可能性もありますからね。悪いことしてないで、ただまっすぐ一生懸命働いてたらそんなことはなんないんだよ。いや、僕はあれですよ、人の悪口言ったり、そういう中にいるから、そういうことが起きるんですよ。うん、ええ。まあもちろんね、西さんとね、そのお母様に対してはね、僕も、ね、お詫びの言葉をね、ちょっと謝りますけど、申し訳ありませんでした。ね、今回その方をね、止めることができなくて、まあ多分西さんもこの配信多分、潜って見てると思うからね、起きてらっしゃる。そう、仮に見てたとしたって、謝罪しに、するんだったら、謝罪しに相手のところに行かないとね、当たり前の常識だよ、これは。ええ。家にまで行けって言ってるわけじゃない。遠いんだ大阪の方で、せめて西君のチャンネルなり、なんか楽ちんさんの方のチャンネルなりにさ、もし自分が悪いところがあると思うんだ、ずっとずっとその向こうはみんな探ろうとしてるから、やっぱり LINE のグループ通話っていうのは揉め事があるとかいろいろ聞きましたけど、やっぱりやらない方が良かったんですかね、最初から。ちょっとこれじゃ分かる、別に LINE のグループ通話自体はそのやる人の問題だから、ねえ、一日その LINE のグループ通話で、よし、次はあいつを貶めようとかさ、やってるやつもいたみたいなんだけど。うらうら。いや、僕はそういうことは考えないで、普通にね、皆さんとこう知り合った、ね、方と仲良くね、おしゃべりができたらいいからね、うん。それで、そうかもしれないけど、他のグループでも、は、そういう例もあるよって今話をした。ええ。うん。例えばだよ、じゃあ小島君楽しい話って言うけどさ、じゃあ電気屋さんに納得いかなかったとかさ、愚痴をこぼすわけだけど、ネットの配信でもなんでも。じゃあ、あそこの、クリーム電話いっぱい入れてやろうって、もしかしたらなってるかもしれないしさ。楽しく話すつもりの集まりがさ、自分がその日気に食わないことあったら、そういう話になることもあるんだよ。まあやっぱり LINE のね、そのグループ通話のことに関しても、やっぱりちょっ
ね、危ないっていうのが分かりましたね、今回の騒動の一件で。うん。うん、まあ、そういう、大丈夫な感じでいけないわけじゃないと思うけど。個人的に相手の方と連絡を取るんだったらいいかもしれないんだけど、やっぱり。それは自分の考えだからね。それは小島君の考え。だから僕はおしゃべりができるから、うん、あのバックヤードみたいな感じでおしゃべりができるから、あのちょっとね、やあの遊びもありましたから、だけどまさかね、グループ、まあ、もう3時半だから、俺は寝るよ、もう明日も。ああ、どうぞどうぞ。あっ、安定していただいてありがとうございます。うん、とんでもないですよ。じゃあ、おやすみなさい。はい、はい。また何かありましたら、よろしくお願いします。小島ひろゆきは嘘つきです。はい、コロちゃんでした。働きもしないで夜中に YouTube やって。いやー。嫌じゃないよ。まあ、働け働けんだから。もうお母さんの面倒もないだろう。ゲームばっかりやって、そんな話して。他に、上がっていただける方いらっしゃいますかね。今コロちゃんがね、上がってきていただいて、ちょっと、で、いろいろとちょっと、ありましたけど、他に誰か上がってくださる方いますかね？見てくださってる方で。で、皆さんに対してね、こうちょっとご迷惑をね、おかけしてしまってね、申し訳ありませんでした。この不正受給っつうんだよ。まあちょっとね、今の僕の話を聞いていただけるとあれなんですかね、やっぱり僕はちょっと YouTube の配信者としてはやっぱり向かないのかな。人としてですよ、小島くん。なんかちょっと最近そういうふうにちょっと覚えてきましてね。いや、人としてだから間違ってんだ。だからみんなに言われるわけだから、嘘つきだし。なんかこう皆さんに対してね、こう失礼なことを言ってしまったりとかね。いや、生活保護受けてね、人から怒ってもらったりお金もらったりして、ね、報告してないわけでしょ。あんた、不正受給だからね。僕どうなんでしょうかね。いや、不正受給だから。お米とかも送ってもらってるらしいじゃん。まあ、もしね、僕がね、配信者に向かないということなのであれば、一人語りとかで、こういうストリームヤードとかも、ちょっとやる回数をね、減らしてしまう可能性もちょっとあるんですよね。ネタ上がってんだよ、お前。お米送ってもらったり、いろいろしてんだろ、お金送ってもらったり。それを役所に言ってねえだろ。役所に報告させてもらう。皆さんちょっと意見を聞かせていただけますかね。だから役所に報告してもらうよ。僕の言ったことについてね、チャットでもいいので、ちょっとどう思われてるかね、聞かせていただけますでしょうか。役所に調べ入ってもらうから。生活保護、ストップだな。働け。ゲーム配信だけ。ゲームばっかりやりやがって。ふざけんな、お前。そんなに世の中甘くねえぞ、小島。昨日チャンスやったからな。